北長岡駅は新潟県長岡市場丘2丁目にある東日本旅客鉄道新越本線の駅である。島式ホーム1面2線を有する地上駅で駅舎とホームは古線橋で連絡している。長岡駅が管理する無人駅。駅構内には簡易型自動改札機、ボタン式自動券売機、自動販売機、屋内待合室、化粧室のほか、 液晶ディスプレイや LED を使用した運行情報表示機が設置されている。駅舎とホームの間には上越新幹線の高架橋が通り、その下にはかつてあった貨物専用線の側線があったために若干の距離がある。当駅からは近隣に所在する北越製紙及び北越メタルの工場まで貨物専用線が伸びていたが、1984年2月に廃止され、 以後も、駅舎北側には、側線の一部が、現在も残り、JR の保線車両が留置されている。廃線後は駐車場になっている。旧駅舎時代駅舎友人駅時代には、駅事務室を有しており、売店として、キオスクも出店していた。1995年の無人化後、駅舎事務室後には、テナントとして、陶芸工房が入り、その後は、 臨時の仮設交番が入居していた。2012年3月に交番が新築移転した後はテナントがない状況が続いていたが、それ以降はテナントが入居することはなかった。駅入口脇には公衆電話が設置されていたが、改修に合わせて撤去され駅前通りに移設された。長岡市統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前は、 工業地帯であり、日本製基本社、倉敷機械本社、工場、津波長岡工場、三菱マテリアルテクの長岡製作所、北越コーポレーション本店、長岡工場などが立地する。駅南側や住処、吉川を挟んだ駅東側には住宅街が広がる。東駅周辺から JR 越後線沿線方面へのバス路線図。駅周辺には、 越後交通のバス路線が多数運行されており、駅前から西へ約300メートルの国道352号沿いに、北長岡駅各バス停が南へ約300メートルの踏切近くに、新町3丁目バス停がある。ありがとうございます。